2019年4月29日平成最後の昭和の日、今宵あなたは歴史の目撃者となる。最も強く最もタフで最も輝く男を決める戦い、それがチャンピオンカーニバル。平成最後の全日本プロレス伝統春の祭典、その闘美を飾るのは全日本の未来を担う30歳同士の戦いとなりました。宮原健人 VS ジャイクリーン。まずは全日本のエース三冠王者の入場です。気合に満ち溢れている、ご覧ください、この宮原の表情。多くのケントコールに包まれます。そしてファンが彼の背中を後押しします。この男の高鳴る胸の鼓動が聞こえてくる。昭和から平成、平成から令和へと移りゆく時代の中で、この男がついに歴史を動かします。偉業達成に王手をかけた。気合を入れた。18年ぶり史上7人目の三冠王者によるチャンピオンカーニバル制覇、6度目の挑戦でついにその時を迎えます。しかし4年連続三冠王者としてカーニバルに出場するも険しい道をたどりました。次々と現れる強敵、何度も行く手を阻まれました。それでも俺を支えてくれるファンがいる、それでも俺の勇姿を見届ける人たちがいる、何より俺はプロレス界最高の男だから、不可能なんてない、断固たる決意、諦めない姿勢、成し遂げなければいけない使命、さあ始めようぜ。神様、見ていてください。僕が歴史を変えます。新たなる宮原時代に向けて、三冠ヘビー級王者宮原健人。今回のチャンピオンカーニバル B ブロックは激戦、接戦、混戦を極めました。一体誰が勝ち抜くのか全く予想できない中、優勝に向かう切符を手にしたのは彼でした。しかしここまでの道のりは決して簡単ではありませんでした。2011年スカウトされ、大きな期待を背負いながらデビューするも怪我に泣かされ一度は引退。2015年再びデビュー、そして2017年には膝を負傷し手術も行いました。観覧シーク、栄光と挫折、多くの試練にぶつかりました。それでも俺はプロレスが好きなんです、全日本が大好きなんです。このカーニバル28日の過酷な挑戦、ライバル野村戦をくぐり抜けたジェイクはまさに覚醒寸前。宮原さん、不動不屈の精神で私があなたを倒し時代を動かします。ジェイクリいよいよメインイベントです。2019チャンピオンカーニバル優勝決定戦。宮原時代を壊し、新たな時代を切り開くか、ジャイクリー。すでに視察戦が始まっています。三冠王者のチャンピオンカーニバル制覇、偉業達成なるか、王者宮原健人。
さばくは和田レフェリーです。2019チャンピオンカーニバル優勝決定戦です。果たしてどちらが栄光をつかむのか。 A ブロック1位宮原健人、赤コーナー。 B ブロック1位ジェイクリー、青コーナーです。解説は引き続き秋山純選手です。秋山選手、はい、よろしくお願いいたします。お願いします。両者への声援が飛び交います。若き力、勢いを見せるかジェイクリー、それともエースの意地、チャンピオンの意地を見せるか宮原。運命のゴングを待ちます。宮原の表情から緊張感が伝わります。静かに闘志を燃やすジェイクリー。運命のゴングが打ち鳴らされました。2019チャンピオンカーニバル、果たして頂点に立つのはどっちだ。まずはゴングが鳴りましたが、まだ動きません。両者睨みを聞かせてバチバチと、さあ火花を散らしています。秋山選手、はい、まずついにこの2019平成最後のチャンピオンカーニバルを迎えたわけですが、はい、宮原とジェイクの一戦、そうですね、どのように捉えていますか。2人とも平成生まれなんで、そうですね、平成最後に、ええ、平成に生まれた人間がね、これでロックアップした優勝戦戦うって、なんかまたね、感慨深いですね。そしてですね、秋山さん、宮原1989年2月27日、はい、ジェイク1989年1月19日、はい、同じ30歳ですよ。そうです、そうです、同じ年の対決、はいはい、そしてまあ、現在チャンピオンのこの宮原、はい、そしてここから登っていくぞというジェイクリー、はい、お互いのやっぱりルーツも違いますよね、立場も。そうですね、はい、ただ年齢は一緒なんで、そうなんですよ、やっぱり同じところまで行かないと、はい、ジェイクからしてみれば本当に多分悔しいというような思いがあるでしょうね。クリーンに行くか、ゆっくりと離れていきます。おお、綺麗に下がりました。クリーンファイト、こちら宮原です。まあ、ジェイクも怪我がありましたが、ここまで勝ち上がってきました。本当にこの野村、はい、青柳、そしてジェイクという3人が、はい、もうここ数年はもう一気にこう急成長していますよね、はい、ロープに振っていく、一気に動きが変わりました。フロントハイキック、しかし当たり負けしないジェイクリー、走り込んで PK をかわした。紙一重乗っけから激しい攻防です。平成生まれの2人が平成最後の春の祭典を締めくくります。特にチャンピオン宮原に関しては18年ぶり7人目の三冠王者によるチャンピオンカーニバル制覇という偉業達成がかかっています。チャンピオンはね、はい、狙われる存在なので、なかなかね、優勝というのは難しいんですけどね、よく本当にここまで上がってきて、もう一つですからね、はい、またそのすごいと思うのがですね、大きな怪我が宮原あまりないんですよね。そうですね、そこもまた素晴らしいですよね、はいはい、まあ、ただですね、今回 の、 そのカーニバル戦で蔡隆一との一戦で、はい、自分のベロ、下の右側、はい、裂けてしまったという話がありましたけども、あれはどうだったんですか。いや、縫ってないと思うんで。縫ってないんですか。まあ大丈夫だったんじゃないですかね。あ、そうなんですか。はい、満身創痍の中、宮原は戦っていたということですよね。まあまあ、宮原だけじゃなくてね、みんなどこかやっぱり、あ、なるほど、悪いのもやってたと思いますよ。はい、はい、カニバサミバックを取ります。ともに同い年ですけれども、ここまでの道のりが異なります。宮原は健介オフィスの入門テストを受け、そして歩んできました。対するジェイクはウェイトリフティングの全日本選手権5位という成績、はい、そこを評価されて、はい、スカウトされて全日本に入ったということですよね、
まあ、一度ねやめてます、ね、そうなんですよね、はい、怪我に泣かされたということがありましたよね。おお、ここもジェイクが綺麗に離れましたが蹴りを入れた、顔面顎を捉えている、入りました、ね、今顎入りましたよね、喉元に入ってますね、ものすごく重たい蹴りを放っていきました。いや、紳士的に見えますが、クールに見えますが、一つ一つの攻撃は怖いです。宮原の目つきが変わりました、ご覧ください、鬼と化している、負けていない左、炸裂していく左右の蹴り乱れ打ち、総合格闘技も経験しています、格闘選手ジェイク・リー、宮原が押されている、そしてジェイク・コールが沸き起こる、まあ、ただまだ分かりません。そうですね、打撃だったらやっぱりジェイクの方が差がありますね、やっぱり、はい、ですね、さあ上下線と持ち込むか、いや、あえてリングに、さあ入れて捉える、そのまま蹴り上げる、この膝です、一撃必殺の膝がある、この膝で本当に多くの敵を倒してきましたからね、うん、さらに蹴り上げていきました。ペナルト秋山選手、はい、どうでしょう、戦略として宮原はまずジェイクの打撃を抑える感じですかね。そうですね、まあ、それが一番手っ取り早いというかね、はい、封じるのがやっぱり一番いいと思いますけどね、なかなかでもね難しいですよ、難しい、はい、はい、余裕の表情を見せているジェイク・リー、ここまでは優位に試合を進めています、かなりダメージを負っているか、胸を押さえている、なんとかリングに戻りました、踏みつけます、お手遊ぶように踏みつけていく、さらに力強くストンピングを浴びせて、苦戦を強いられているのはチャンピオン宮原健人、まあ、ただどんなその困難な立場でも宮原は乗り越えてきていますからね、はい、いや、まあ、そのやられながら回復する術もね、そうなんです、彼は持っていると思うんでね、はい、それをさせないようにやっぱりジェイクは攻めていかないといけないですね、うん、この両者の対決、過去シングルではですね2018年、7月の札幌大会19分51秒、シャットダウンスープレックスホールドで宮原が勝利、そして第6回王道トーナメントでもこれも19分台だったんですよね、はい、19分31秒、はい、同じく、シャットダウンスープレックスホールドで宮原が勝利ということで、まあ、2対0ということでですね、はい、ここまでやはり宮原が勝ち星を収めて一歩先に進んでるんですよね、はいはい、まあ、その頃とはまたジェイクも違うと思いますしね、はいはい、それは秋山さんも、もう認めている、はい、そう、そう思います、うん、世界タッグのベルトも巻きましたジェイク・リー、そして怪我に泣かされた時期もありました、気持ちを全面的に出していく、全日本の未来を担うこの2人の戦い、宮原の活躍が光りますが、しかしジェイクものし上がってきました、成り上がってきました、ここも踏みつけていきます、まだまだ試合はジェイク優位に進んでいます、どうしたチャンピオン、苦しい表情を見せている、さらに踏みつけていく、狙いをこう首あるいは肩あたりに定めたでしょうか、そうですね、まあ、ジェイクの必殺技がバックドロップなんで、はい、やっぱり首周りを狙うのはね、なるほど、それでとどめを刺すと、はい、伏線を張っているわけですね、はい、さらに振っていくキッチンシンク、手を捕まえていきます、畳みかけるところ、かわした、かわした、そこから先ほどまでの動きがまるで嘘のようだ、ヘッドバット、ものすごい音が鳴り響いている、一発で黙らせた、チャンピオンペースに変わったか、ギアチェンジしましたね、切り返しましたね、はいはい、さあアクセルを力強く踏んでいる宮原健人、相手をふらつかせています、ギアを上げてきた
チャンピオンの宮原ですが、諸刃の剣か、自らもダメージを負っている模様。テントコール聞こえるか、ファンがお前を後押ししている。回復した、ジェイク・リーの反撃だ。またもこの左ミドル、強烈なキック。それでも宮原が頭突きをぶちかましていく。打撃戦だ、打撃戦となっている。今度は鉄柱にぶつけた。完全に流れを秋山さん切り返しましたかね。そうですね、あのいつもならばこう舌を出して、うん、こう挑発するような表情を見て、うん、見せてますけども、今日の宮原は違いますね。そうですね、やるかもわかんないです、いつもとちょっと顔つきが違うようにも見えます。鬼と春日か、矢原健人。表情に変化がありません。睨みつけていく、下から睨みつけていくジェイク・リー。さあ髪の毛をつかんで引っ張っていく宮原。もう一発、ものすごい岩と岩がこうぶつかるようなものすごい音でしたね。頭硬いですからね、はい、そういう風には見えないですけどね。秋山選手はこの実力を食らったことはあります、ありますか、はい、相当やはり、いや僕も頭硬いんで。あ、なるほど。僕はもう外も中も頭硬いです。なるほどなるほど秋山さんのもう実力も怖いですねとらえていく。メンバスターの体勢に入った。さあここからは力比べ。長身のジェイク192センチ、186センチの宮原、体重では8キロ、ジェイクが上回っています。110キロ、宮原は102キロです。ロープにかけていく。どうするんだ。おっと、布団を干すように。さあ固定して。なんとお株を奪う膝蹴りです。そうです。秋山さん、宮原も膝の必殺技ありますからね。そうですね。走り込んで、さあ頭に蹴りを浴びせていく。やっぱり徐々にやっぱり宮原がね回復して自分のペースに持ってきてますからね、はい、ペースですよね、はい、これジェイクがこう断ち切らないと、はい、このままズルズルいったら宮原有利ですから、ね、なるほど、はい、どう変えていくのか、流れを作るかジェイク。エルボーを叩き込んでいきます。これまで2度シングル戦で敗れている相手、ジェイクとしては3度も負けていられません。ジェイクの表情が変わった。そしてまた笑みを浮かべているボだったらと、こちらは頭突きをかましていった。リアットをかわしていく。そしてジェイクの左に向かってテイクのドロップキックから、即透明のドロップキック。笑った笑った。さあ鬼の表情から笑顔を見せました。ついに選手を表したと言いますか、ね、変わりましたね。まだまだ余裕あるんですよ、はい。さあ待っていたぞと言わんばかりに、ここから楽しもうぜというような表情を見せている。ご覧の通り笑っているぞ宮原。狙いを定めて走り込んでいきます。ジェイクを投げていない。カウンターの下に体が浮いた。今度はジェイクが鬼の表情に変わっている。スイッチ入ったでしょうか。さあどうなるか。しかし追撃できません。ボディを抑えている宮原。ここは一気に行きたいところ。一旦様子を見ます。さあそして狙っているぞ。コーナーの宮原に走り込んでいき、バッテルボ体重を浴びせて、さらには捕まえての俵投げ。またリズムを取り戻したでしょうか。そうですね、はい。まあ、ジェイクも本当にスタミナ、ね、ありますね、はいはい、鍛えてきているのが分かりますよね、うん、試合の、ね、ペース配分がだんだん分かってきて、はい、なるほどなるほど。エプロンサイド一番硬いところです。ここでどうするんだ宮原を取る。まさかここから外に放り投げようというのか。危ない危ない。ロープを掴んで耐えています宮原。
強引に持っていくのか、ジェイク・リー、これが新しい時代を作るんだと、そういう宣言もありました。エルボ、意地を見せています。蹴り上げていく、さらに踏みつけていく、また宮原の動きが止まったか、得意の打撃でチャンピオンを潰していくジェイク、やはり一発一発が重たいですね。重いですね、はい、さあ背後から狙いを定めた、この見せる先は、おっとキャッチした、キャッチして、なんとジェイクの膝、膝にダメージを与えて、ここからジャーマンか、必死、ジェイクも必死です。ロープを掴んでいる、なんとか耐えていますが、ピッコロクロがチャンピオン、いったバックドロップだ、今のはバックドロップですかね、バックドロップ、そうです、まあ、ジャーマン狙ってるんですけど、まあ、どちらにせよ後頭部を打ちつけました、はい、これはきつい大ダメージ、ご覧の通り頭を押さえていますジェイク、でもブリッジされてなかっただけ良かったですね。あ、そうでしたね、はい、ただ宮原も玉砕覚悟で行きました。ボロ派ですね、ボロ派ですね、試合は15分が経過しています。15分経過した、秋山さんどうですか、ここまでご覧になって。いや、まあ、互角ですね、今のね、まだ、皆さん、お互いにも行ったかなと思いきやまた切り返していくという、ね、ということで、まだまだ引き出しがあるかもしれません。いや、まだまだですね、はい、なんとかリングに戻ったのは宮原ですが、上半身のダメージ気になります。そして頭を打ちつけましたジェイク・リー、まだ脳が揺れているか、場外カウントが入っているのは分かっているのでしょうか。必死に立ち上がってきました。そしてやっと手に入れました、このチャンピオンカーニバル制覇。しかし目の前、もう回復しているか、メロを出している、食べたくて仕方がないと襲いかかっていき、獲物を捕らえた宮原だが、これでも返していく。そして投げっぱなしのジャーマンからクロスハイキック、それでも掴んで、この野郎と垂直落下式ブレーンバスターを払っていきました。しかしここでも頭を押さえる、両者一歩も引きません、ね、譲りません。これ最初にどっちが立つかですよね、はい、徐々に大技を出しています、両選手、ジェイクのコールが沸き起こっています。いや、しかしケントコールも沸き起こっている、ファン同士も戦っています、ファンも戦っている。後ろ向けちゃダメですね、後ろ、後ろ向きしたら、さあ敵に背中を見せてはいけない、そこに向かって、さあストレート、ブラックアウトから投げっぱなし、さらにブラックアウト、3連発波状攻撃返した。さあ行くか、仕留めるか、大きなチャンスを迎えています。脳が揺れている、意識は戻ってないのか、ジェイク、またも背後から行く、そして捕まえました。秋山さん、宮原はチャンスでしょうか。そうですね、ここは行くしかありません。持っている力を振り絞っていくが、それでもジェイクが粘りを見せている、這い上がってきました。目の前には全日本のエース、しかし俺も新しく時代を切り開いていくんだという思いを込めたエルボーをぶち込んでいく、削っていきます、顔面をえぐっていきます。打撃には絶対の自信があるジェイク・リー、しかしそれでも宮原もチャンピオンの意地がある。エルボーの応酬、今度は翔太だ、さあ胸を打ち抜いて、もう一発蹴りから放っていく、捉えたか、後ずさりチャンピオン、フロントハイキック、またも顎を捉えた、形勢逆転。秋山さん、いかがですか。いや、本当にジェイクが良くなりましたね、本当に、はい、ただチャンピオンが追い込まれています。まだ行きます、まだ行ける、はい、宮原まだ
まだいける。これじゃないですね。なるほど。これはもうフェイントなのかフェイクなのか。走り、おっとと、今度はランニングの2位だ。2位リフト、そしてさらにもう一発蹴りを払っていった。返せるか、チャンピオン返した。畳みかけます、畳みかけます。そして足を捉えた。逆エビ固めの体勢に入った。ブラックアウト封じでしょうか。膝封じかもわかんない。そうですよね。メキメキと宮原の膝が悲鳴を上げている。これは苦しい、悶絶だ。ご覧ください、今までの宮原の表情ではありません。そして今度は腕を捉えました。複合的な関節技に、ね、切り替えています。これで一回ギブアップ勝ちしたことがありましたよね。さあこれはがっちりと決まっているか。一旦ほどきます。追い込まれています。現3回ヘビー級王者の宮原健人、畳みかけたいジェイク・リーですが、すでにフラフラか。今度は宮原がジェイクに背中を見せている。頂点が合っていない宮原、走り込んでいき、おっとかわした。そして襲いかかる、ブラックアウト。あーしかし追撃できません。なかなか次に行けませんね。そうですね、はい、やっぱり宮原がその先を許さないですよね。捕まえた、捕まえた。超体育式ジャーマンスープレックスをかわしています、かわしています。両者ノックダウン状態か。和田レフェリーの呼びかけには、反応しています。あー早くも起き上がった宮原。背後からもう一度捉えて狙うか、シャットダウンスープレックスホールド。耐えます、抵抗しているジャイクリ。宮原チャンピオンとしての意地がある。あっと振り払った、そして腕を捉えていく膝。いいアッパー、さらには捕まえて強引にいった。ドクターボム鮮やか、しかし返した。いやここで必殺技を繰り出してきましたね。そうですね、これからどこまで、ね、はい、あの追い込めるか、追い詰めるか、はい、またも両者への声援交錯している。リング上にジェイクという声援、宮原という声援が降り注ぐ。その声を背に受けて、さあ行くか。またジェイクの顔つきが変わった。得意の膝、あるいは蹴りで仕留めるのか。捉えて、危険だ、危険だ。これを食らってはいけません、チャンピオン。どんな相手も粉砕する高角度のジェイクのバックドロップ。体勢に入っている、手を伸ばしている。行くか、行くか。あっと返した。なんとかカウント2です。またも背後からブラックアウトで、これでさあ勝機と見た、来ました。体育式のジャーマンは返した、返した、ジェイク返した。しかし宮原行くしかないんですが、行けません、お互いに行けない。もう一回返してほしいな、もう一回返してほしいな、はい、首を振っている。先ほどまで宮原コールもありましたが、今はジェイクコール一色です。吠えた、吠えた、行くか。時代は待たさない、俺が全日本のエースなんだ。まだまだ、まだまだ席は譲らない、その思いがあらわになっている。強烈な次技を食らっても宮原が耐えて捉えた。おっとまたも振り払っていく。そうすればと膝攻撃毒針、ミサイルをぶっ放してまいりました。引きません。これだけ食らってもお互いに倒れない。
これが今の全日本を引っ張る選手です。気力、体力、精神力、全てをぶつけていきます。あと秋山選手、岩原の焦点が合っていないですよね。完全に焦点が合っていません。ジェイクはその宮原に襲いかかろうとしています。宮原の焦点が合っていない。捕まえて膝だ。これはもう秋山選手も得意としていますけれども、近距離での強烈な膝攻撃。もう一発だ。動けないチャンピオン。さあこれはジェイクの流れとなっている。きたー、ニーアッパーニーリフト。あっとギリギリ返した。さあ来た来た。ここで俺がジェイクに時代を作るんだ。バックドロップでチャンピオンをホームに下げる。後楽園ホール名物の時代を手拍子足拍子重低音だ。お聞きください。ジェイクの表情が変わった。エネルギー注入、充電完了。そして2パットを外した。ジェイクの表情、泣きそうな表情を見せています。絶対取ってやるというジェイクの表情。これで時代は変わります。祈りを捧げる。とどめを刺す。走った。カウンターのブラックアウト。意識がないのか、立ったまま意識が飛んでいるかもしれない。ジェイク、いやいや、見せました。ハイキック、中バックキック、ここでスタックレッツ。膝をかわしていくか。宮原も返しました。秋山さん、はい、ものすごい戦いです。素晴らしい攻防ですね。本当にまさに己の信じた全てをぶつける、うん、ジェットコールだ。いや、ゲットコールか。ファンですね、お互いに声援が飛んでいますが、吠えていった。宮原も吠えた。お互いにぶつかっていくか。宮原ブラックアウトで、ああ返した。それでも決まらない。秋山さん、はい、いかがですか。ジェイクの根性、もちろん、いやもう勝ちたい気持ちだけでしょうね、いい試合です。本当に素晴らしい試合です。あー、しかし追撃じゃない。苦しいのはお互い同じです。そしてここで今度こそ俺が偉業を達成する。三冠王者としてチャンピオンカニバル制覇を成し遂げてみせる。平成最後のチャンピオンカーニバルで輝いてみせるという意地がある。それでは捉えた、捉えた、来たー。シャックダウン、スープレックス、ホームだ。成し遂げた、新たな歴史を作った。全てを出しました。この瞬間、2019チャンピオンカーニバル優勝は三冠王者の宮原健人に決まりました。皆さんはどうご覧になったでしょうか。秋山選手、はい、本当に熱闘激闘死闘です。いや本当にいい試合でしたね。素晴らしい、はい、涙を浮かべるファンもいます。ものすごい戦いでした。これが全日本のヘビー級、そして宮原とジェイクという全日本を背負っている選手の戦い。まあ宮原がね、本当勝ちましたけども、はい、ジェイクもやっぱりこれで多分上がると思いますよ。上がっていく。一つも二つも多分上がってると思いますよ、はい、負けはしましたけども、戦前に宮原が、はい、その
ジェイク野村青柳に対して、はい、ようやくこの下の奴らが、はい、新世代が上がってきた、はい、さらにはですねジェイクと対戦した時に、はい、ジェイクの強さを認めてお前は俺のライバルだという発言があったんですよ、うん、当然もう絶対に負けられないという、はいはい、チャンピオンの意地もありましたよね。十分ライバルになったんじゃないですかね、はい、いやこうなるとまたこれからの全日本プロレス、はい、そしてヘビー級戦線が楽しみですね、はい、いや面白くないと思います、ねはい、まだ両者起き上がることできません。ご覧ください、死力を尽くしました。そして死力の戦いを見せました。トロフィーがさらに眩しく感じます。フルスロットル、フルパワー、アクセル全開。激闘を制したのは A ブロック代表の宮原健人です。鳴りやみません、拍手。牧山さん、はい、今の宮原に何て言葉をかけないですか。いやもう本当にお疲れさん、素晴らしい試合、本当に全てね、はい、公式戦から全ていい試合彼はしてたんで、あ、はい、もう三冠チャンピオンとして本当に全ての責任を果たしてくれたんじゃないかと思います。ありがとうという気持ちと、はいはい、またこれからもお前に任せるよというようなそんな思いですか。いやもうそうですし、またジェイクもまたこれで上がったと思うんでね、はい、やっぱり宮原は本当にいいライバルをたくさん作って今くれてますね、はい、お互いにその全日本の選手同士がぶつけ合ってお互いに刺激となってまたさらに活性化、はい、繋がっていますよね。さあ敗れました、惜しくも敗れた、しかし奮闘しました。30代同士の戦い、平成生まれ同士の戦い、お聞きください皆さん、大きな大きなジェイク・コールが降り注いでいます。改めて勝ち名乗りを上げました。そして勝利の女神が、いやプロレスの神様が彼の勝利を称えます。さあ18年ぶり7人目の三冠王者によるチャンピオンカーニバル制覇、歴史を作りました。そしてこの大きな大きなチャンピオンカーニバルを制した者に与えられるトロフィーです。かなり重いんです。いや重いですね、これ重いです。歴代の選手たちがやはり、はい、血と汗がまた混ざってますからね、はい、あ、もう抱擁ですね。抱え上げるのではなくあえてもう、さあ喜びをかみしめているでしょう。それにしても本当に若い力に、若い世代にはまだまだ負けないというその強さを見せましたよね。そうですね、はい、まあ本当に相乗効果、まさにトップを走ってもらわないといけない選手ですからね、はい、本当に頼もしい存在ですよね、はいはい、今宮原の腰に全日本プロレス、そしてヘビー級の強さの証、三冠王者のベルトが巻かれました。このベルト、そしてトロフィーです。いや似合いますね、これね、できる人はなかなかいないですからね、はい、チャンピオンカーニバルと三冠を巻いてる人っていないですからね。まあ、秋山選手ももちろんあのチャンピオンカーニバル制覇したことあるんですけれども、はいはい、改めてケントコールに包まれます。ようやく、まあ、体力が戻ってきたか、ファンのこの声援エールをかみしめている、肌で感じ取っています。いや、いい表情してますね。そうですね、何度も何度も打たれても、何度打たれてもやられても立ち上がってやってまいりました。さあマイクです。
さあ何を伝えるか。全日本プロレスの歴史を動かしたぞ。そして今日新たな出会いがあった。ジェイク・リー、お前は俺のライバルだ。4日から始まったチャンピオンカーニバル、日本全国最高のご声援をありがとうございました。そして今日お集まりくださった皆様、そして全日本プロレス TV をご覧の皆様、そしてサムライ TV 生中継をご覧の皆様、本当にありがとうございました。今日高らかに誓う、今日平成最後だ。平成最後のリングに立ってる俺はどうかな。そして今日皆様にお知らせがある。平成最後だ。5月から令和だ。令和のプロレス界のエースは俺だろう。2019チャンピオンカーニバル覇者、そして三冠ヘビー級チャンピオンとして全日本プロレス、5月からさらに令和のエースが上へ持っていく。それがチャンピオンということは、次のチャレンジャーは誰だ。前例がないんだ。誰だ誰だ。5月20日後楽園ホールで三冠ヘビー級チャンピオン選手権試合が決まってるが、誰だ。後楽園ホールの皆様はチャンピオンカーニバルの覇者とチャレンジャー、誰が戦うところを見たいですか。5月20日誰と戦うところを見たいですか。誰と戦うところを見たいですか。明日にしてくれ。今日はこのトロフィーとチャンピオンベルトを取ったんだ。余韻に浸してくれ。次のチャレンジャー5月以降に関しては明日にしてくれ。ということで2019 MVP 確定、並びに令和のエース宮原健太。
叫んじゃう？平成最後の叫んじゃう？秋山さん、はい、まず後楽園ホール、はい、最高一色に染まりました、はい、そしてあれだけの人を演じたんですけれども、はい、ナルシストっぷりはやはりいやいやでも本当にしっかりね、こうやってファンの皆さんと一つになって終わってくれるというのはね、はいはい、いや本当に最高です。でも本当にあ秋山さんも最高、はいはい、よかったです。宮原の声に応えましたね、はいはい、まあ、でもこれもねやっぱりジェイクといい試合したからっていうのもあると思うんでね。なるほど、まあ、ジェイクも褒めてあげたいなと思います。まあ、敗れはしましたけども、またさらに今後この競争が変わってくると思いますよ。激化すると思いますよね、はいはい、あとトロフィーにキスをしました宮原健人です。いやただですね、まだまだ宮原追われる立場が続きます、はい。まあ、偉業を成し遂げた宮原に対して今後令和の宮原に対してどんなことを期待されますか。いやもう別に、まあ、言うことはないですね。もう自分で考えていろいろやっていくでしょうし、はい、僕はその宮原の戦いやすい場所を作るだけです、ね、はい、なるほど、もう見届けて後押しするという形 で、はい、そうですね、はい、見事死闘を制しました宮原健人です。そして最後の最後までこうしたファンサービスも忘れません。お客さんもこう笑顔になって、家に帰るということができますよね。そうですね、もう四方にベルト持って行って多分写真を撮ってもらうとすると思うんですよ。そうですね、はい、特に地方巡業などでも、はい、そうした動きも目立ってましたしね、はいはい、改めましてこの平成最後のチャンピオンカーニバル A ブロックの宮原健人、 B ブロックのジェイクリー、一戦制した長野の宮原です。テントコールが鳴りやみません。そして重たいトロフィーを掲げて、さあ四方のファンにそれをアピールしていきます。さあそして秋山選手、はい、その他、まあ、青柳や野村といった若手たち、はい、彼らにもどうでしょう、宮原と同じような感じで背中を押す感じになるんですかね。そうですね、はいはい、もう彼らにも細かいことを言うことはもうほぼないと思うんですけどね、うん、はい、ちなみにですね、はい、ちょっと SM 上のファンのコメントいろいろ見てて、はい、秋山選手ぜひお聞きしたいと思ったんですけれども、はい、新四天王という言葉が結構出てたんですけれども、はいはいはい、これについてはいかがでしょう。宮原、ジェイク、野村、青柳、この言葉が、まあ、結構目立つんですけど、まあまあ、そうかもわかんないですけど、はい、まあ、四天王は四天王でね、僕の先輩いますんでね、はい、また違う言葉を作ってもらえればいいかなと思いますけど、ね、なるほど。でもそうしたもう称号を与えてもいいという、いやでもまだ、はい、まだやっぱり宮原が飛び抜けてると思うん で、 あ、そうですか、もうちょっと近づかないといけないですね、はい、あ、より刺激となったことでしょう。4月4日から約3週間にわたって激闘を繰り広げてまいりましたこのチャンピオンカーニバルです。一人一人にさあサービス、ファンサービスを忘れません宮原健人。まあ、ただこの宮原の後次は誰が狙うのか。5月の20日の先ほど宮原さんのマイクでもありましたけれども、はいはい、チャンピオンカーニバル、あ、失礼、三冠王者ということですね、はいはい、現時点で秋山選手こいつは行くんじゃないかとかこいつに期待してるっていう選手はいますか。まあ公式戦で負けてる選手が何人かいるんでね、はい、
ぱりその選手が名乗り上げるのが、まあ、近いっていうのは近いと、ね、あそうですか、はい、まあ、ジェイクもそうですし、あと青柳、蔡、はい、いや宮原、そうですね、宮原が負けた人間ですね、失礼しました、誰だろう、ゼウス、ゼウス、あとバレット、